最下位ということでね。燃えろジャスティス学園実況のパート2です。どうもアザラシです。このボードゲームをね、まあ進めていこうと思います。この周りが見渡したいマップかな。欲しいのはリカ4、リカ2、リカ1、英語3、リカ4。どこにある？リカ4、これか、これだ。1,2,3,4,5 マスだな。あ、カード使えるわ。カードで行こう。リカ4、5マス。カードで GO。ザキ。話す。スーパルタンはザイヤ。ザキ、どこ行くんだ？野良猫に餌を。ほう。野良猫に餌をやるのが優しさとは限らない。そう思いますよ。へえ、ザキって優しいんだな。はみ出しもんがはみ出レモンに見える。はみ出レモンさ。じゃん。あ、タイムポイントってやつがもらえるだけ？もうそれもらえても別になんだ。すぐ戦闘仕掛けてる。なんて好戦的な人たちなんでしょうか。パートナー欲しいな俺も。でもカード使ったらそのターンおしまい。あ、仲良くなってる。これは淡々と単位を集めていく。この国語さんってのはどうなの。あ、関係なしか。なあ、こっち行くか。えい、よーん、オッケーオッケー。ここに出てるやつが今の現在のステータスですね。これがただ恐ろしいこと、恐ろしいこと。うん、ステータス高め、攻撃力低い以外は強そう。仲良くなれない人と山嵐のジレンマ溶かしてる。猫4。マップ見るか。1,2,3,4,5,6。これいらないんだ実は。こっちの方がいいぐらいだな。数学4が欲しい。これか。迷うね。1,2,3,4,5,6。6マス出ればいけるっつうんで、まあ6、6狙って回してみるか。ほい、4、理解1。まあ悪くねえな、悪くねえな。余裕は好きか。話そう。ぼーっとして、うん、そうですか。じゃあ一緒にお店を見て回って決めましょう。あ、パートナーになった。いらねえよ。いらねえよ、こんな水泳部みたいなやつは。すげえ勢い。見てくれ、この単位ポイント。俺だけすごい、すごい勢いで他よりも集めてるけど。集めてるからって。まあまあ、これ多分とりあえず一周って感じになると思う。とりあえず一回っていう。いろいろ理解して、二周目やるかもしれない。本当にギャルゲーとして。6、6はどうだ？1,2,3,4,5,6 だと国語2か。1,2,3,4,5,6。
2か2か、まあ普通に普通のかな、普通のルーレットで6、国語に意味なし、体育に意味あり、2個目のビンゴいきます。あ、全パラダムパラメータプラス1、いいですね。全パラメータプラス1、強い。これは勝ったんじゃないか、ゲームとしては。学生生活としては若干どうかなって思うけど、ゲームとしては勝ったんじゃないか。戦闘仕掛けんのやめた方がいいよ。負けた。知力ないもんね。根性、潜在能力、体力。なんてひどいことを。こうすると俺のあれかい？ビンゴとかがなくなったりするのかな？それはない。実際それの組み合わせが変わる。そんなもんだ。4か1、2、3、4、5、6か、4か6か、一応カード見てみよう。6はあるな。マップ見てみよう。これはいらないね。これは、あ、あ、1、3、4、5、6、6で英語はいける。カード使ってみますか。6、いらないけど英語。単位50ポイント上乗せ。社会よ。いつまでやるのかな。何週まであるんだ。14ターン出てるな、右上に。バトルもうやめて。カモにされてる CPU に。攻撃力入ればね、いいんですけど、あ、入った、勝ち。これは勝ち確。あと、後ろの人、何の役にも立ってないんだけど、後ろの水泳部の露出鏡が。単位奪っていいかな。単位でいいんかな、まあ、単位でいいか。相手が使ったカードを奪えるってことなのかな。あれかな、もしかして一旦ビンゴ揃った後もう一回ビンゴ解除されて、もう一回ビンゴが達成すると、それでもまだポイントもらえるんだろうか。単位ポイント、パートナーカード、3マス移動カード、パートナーありすぎる。個人的にはこれが欲しい。揃うからで、1、2、4か6かな。4か6、まあ、確率3分の1だからかなり出やすいと思う。どっちこれ、 3？ ここで苦労しそうだな。こうした、シャオラ。やめて。 CPU が戦闘的すぎるんですけど、これ防御入ったらもう、防御入ったら負けちゃうわ。あ、か、か、勝ったよーしよ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 し。単位ある、ない、欲しい単位ない。カードになんだろう。U コードでも奪っとくか。 U コードって何。委員長の U コード奪っとこうか。
全然接点のない委員長の有効度を強奪。あ、カードにしときゃよかったな。カードにしときゃよかったな。はいはい。はい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 。あ、すごい、いっぱい人がいていいな。楽しそうだ。なんか寂しいな。寂しいゲームとかしてるな。その CPU の連中がさ、全然単位を取りに行ってないんだよ。そのせいで喧嘩しても意味ないし。1恋1 3。ここかな。うん、防御すごいな、あいつ。防御力に自信。ビンゴ揃えたいね。ビンゴ揃えに行きたい。近いやつをパートナーにするのかな、多分。乙女ゲート化してるな。乙女ライフをカード4マスなかった？ 3 か。社会社会社会4。あ、いけるな。取っとくか。でも確率的に言えばここでもいいし、1234のここでもいいし、これはいらないな。4か3ならいいんだから。まあ悪いカードが来ないことを考えたら確率3分の1で下でいいかな。3きた。来たのかな。数学4欲しいな。そうなるとゼガヒでも数学4取りに行こうかね。ヒッヒッヒ。ゲーム実況としてはあまりあまりあれだな。あの面白みのないゲーム実況になってしもうとるな。動きがない。しかもやってるプレイが堅実すぎて、堅実というかその面白みのないことやってるから。もっとなんか、しわき肉踊るような。防御8ポイント無駄。どうするかな？大きく出てみるか。7。お、鈴鹿4いける。トントン拍子ですね。これで、完全燃焼技4。そして、完全燃焼技。これパラメータアップがいいんだけど。パラメータアップがいいんですが、惜しかった。もうあっちゅう間に時間が過ぎていく。あっちゅう間に時間が過ぎていくな。もう13分だもんね。6。ほう、数学2。数学2とか欲しいのあるかな。違う、数学2は別に、あ、あるわ。最終的には取りに行きたいな。いいです、いいです。カードゲットはいらないな。体力こいっとこう。別に体力はいらない。残念。何ターンなんだろうね。単位だけは本当すごいことになってるけど。あとのカードを使いました。もうこれあれだな、あの寝る前とかに見てっていう感じの動画になっちゃったな。寝る前時とかにどうぞって。終身ジャパニーズ、これだからジャパニーズ。ダメだ、歯が立った。
った。わかった。歯が立たんかと思ったのに。何やってんのこいつ。タイなんかな、欲しいのないかな。欲しいのないカードは？欲しいのない。じゃあ有効度。パートナー奪ってもな。欲しいのない。ナッツ、いや。もういや、パートナー奪っとこう。奪いたいものが何もないからパートナー奪う。ロイをあやめから奪った。ホモ。ホモネトリ。重要ねえよ。女と付き合っている男を、男が奪うとか。同人誌じゃねえ。それはそのなんだろうな、あのバラじゃねえな、 BL だ、 BL ボーイズラブだ。かなり熱い、何この濃いボーイズラブならある話かもしれんが、ほい勝ちます。タイプ3か、単位を考えてもらえないタイプ3ない、しゃあない。これはちょっと仲良くなりますか、この人と話す。中学生くらいこの辺りでか。いや俺は見なかったけどな、随分焦ってるみたいだな。そもそも中学生ぐらいの男の子って誰だ。日向、その男の子ってもしかして弟？あ、合ってた。へえ、ひなたも結構しっかりお姉ちゃんしてるじゃないか。何言ってんだこいつ、あ、こいつら。いやいや褒めてるんだよ。おりゃ参加。ひなた連れて行こう。多分あの パートナーじゃないな、パートナーか、パートナーのカードを使えば近いところにいるから連れて行くことができるんじゃないかね。そう、ああいう感じで、ああいう感じで。もうやめて、やめて。うおお、すげえ、全パラメータプラスに。でしょ、相手に根性がないと。あ、相手に根性がある。かっ、みんな分からんな。よし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 、なんか欲しいの何もねえんだこいつ。有効だもな。日向があれば日向奪うんだけどな。欲しいのがなんもねえ。夏を奪おう。夏を奪っていく。夏って誰？あのフェアリーテイルの主人公が何か。あ、もう18分経つ。時間経つのやばい、めっちゃ早いこれ。じゃあここまでにしますか。ここまでにします。次回パート3でまたお会いしましょう。短く切っていくなこれ。ほなまた。